せーの、こんにちは。黒猫ゲームズへようこそ。ショッピーです。アマゾナイトです。黒猫です。今日は本当は収録するつもりではなかったんですけど、黒猫の部屋をちょっと土の部屋はすごく悲惨だったのでリフォームしまして、まあ石の家にしてみました。でですね、なんか外がとんでもないことになっていたので、それだけをお見せしたいと思います。イエーイ。じゃあまず黒猫の部屋なんですけど、このジャックオブランタン、ジャックオーランタンっていうのを置きまして、あと松明もつけて、窓もつけて、あと土はちょっとさすがにですね、見栄えが悪かったんで石の家にしてみました。はい、なかなか綺麗になったと自分では思ってます。でそれがですね、外に出ると大変なことになってるんで、ちょっと視点を変えまして外に出たいと思います。はい、ここまで来た。とりあえず入り口もですね、こんな感じで周りを木にしまして、まあいい感じでなりまして、はい、でこっちが誰の部屋だっけ、アマゾナイトくんの家で、階段が壊れてる。チョッピーくんの家です。で、とんでもない部分っていうのはですね、実は黒猫の家なんですけど、後ろ向いてここまで来て、はい、なんか覗き込んでますけど、チョッピーこの辺でいいですか。うん、そうです。はい、実は黒猫の家がとんでもないことになってまして、それをちょっと見てみたいと思います。じゃあいきますよ。せーの。いやー、邪魔だっつーの、お前見えねえっつーの。もう一回いきますよ。せーの。はい、いいですか。とんでもない部分はここです。なんとですね、ちょっとやめろっていう、痛いっつーの。なんとですね、苗木っていうのを前回黒猫は知らなくて屋根の上に植えちゃったんですけど、それが、リフォームしてる間に育ったみたいで、なんとですね、やはり木の家みたいに生い茂ってしまいました。はい、これ何だろう、ちょっと邪魔見えへん。チョッピー君、ちょっと落ち着いてください。何これこれな、マイクか、ようわからんけど。はい、ということで、今日はですね、黒猫のお部屋のリフォームということで、一応ですね、次の収録は、防具を作るということでやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそういうことで、痛い。はい、じゃあまたねー。バイバーイ。痛い。やめろって。逃げる。あー、ちょっと待て。あー